ぶっこみのタク2巻読んでしまいました。あのね、2巻はね、最初に現れたのが、あれですよ、なんて言ったかな、乱気流じゃないや、忘れた。もうね、名前が覚えにくいですね。パロディオスが好きな2人組です。この2人組がですね、なんとね、タク、浅川タクっていう主人公の幼馴染ってことが分かって、なんか最初に、浅川タク主人公がね、この2人にぶん殴られそうだったんだけども、なんか奇跡の再会で、よーたくちゃんみたいな感じで始まって、まあなんか和やかな仲間ができたなって感じですよね。まあ、いわゆるね、浅川拓っていう主人公は一巻で知り合った秀人にしても、今回来たねこの2人組、ちょっと名前なんていうか忘れたけどね、2人組、こいつです、こいつともう1人のね、2人、ひろしとなんとか、さこんなね爽やかな顔してるんですよね、サングラス取ったら。この2人と仲良しになって、なんかね、その地区の大物と結構ね、浅川拓は仲良しになるパターンなんですよね。どん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 戦ってもないのに、でなんか知んないけど一目置かれるみたいなことですよね。こんなにね、運がいいやつはいるのかなって感じですけども。で、早速2巻の冒頭でそのチャーリーってのが出てくるんですよ。アメリカの基地のなんかその MP みたいですけどね。で、こんな危ないやつと普通の高校生が喧嘩しているというね、本当やりすぎだろうみたいなね。でもこれがチャーリーですね。ちょっと怖いやつだなと思いましたけどね、チャーリーね。で、ずっと物語が進んでいくんですけども、その230キロもね、あるバイクを、誰だったっけな、こいつ、ガッとね、持ち上げたりとかするね、もうタフガイ勢ぞろいですよ。で、普段の暮らしに戻って、その転校生じゃないや、マーボー君ってのがね、出てくるんですよね。これがぶっ込みのタクで結構キーポイントになるキーマンなんですよね。この浅川タクのこの優しそうな顔なんだけども、すごく強くてみんなにね恐れられているという形ですけども、で、このマーボー君も当然何事もなかったんだけども、主人公のタクとなんか気が合って仲良くなるという、要するにね、主人公の浅川タク、このタクちゃんは大したことしてないのに大物とどん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 仲良しになっていくんですよ。だからカリスマのあれですよね、ゴンゲですよね、この作品の中では。本当ね、登場人物としては最初は普通以下の立ち位置で、強いやつがどん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 なんか知んないけども運よく味方になってくれて、で物語が進んでいくと。で、とにかくね、突っ張ったやつらがみんなね、大体同じ顔してるんですけども、リーゼントで喧嘩ばっかりしてるんですよ。出会ったらなんかあーとか言ってからね、いやそんなやついねえよみたいな感じで、とにかく暴走族が喧嘩ばっかりしてるようなイメージになってますけど、そんなことないですからね。暴走族だってね、走ってりゃ喧嘩はなかなかできないですから、まあ喧嘩する時もあるだろうけどね、まあ、バイクが好きですからね、みんなね。で、バイクも結構出てくるんで、バイクの銘柄とか覚えたい人はこういう漫画すごくいいんじゃないかなと思います。ということで2巻はね、特に山があったり落ちがあったりとかするわけじゃないんですよ。とにかくいろんな人との出会いがあって、それが全て伏線になっていって、その伏線がいつ回収されるのかなっていうところを見るんですね。で、最後の伏線として有名なヘアスタイルのね、この竹丸っていうのが出てくるんですよ。これ特徴的なヘアスタイルね。こんなヘアスタイルやってるやつね、たまにいるんですよね。私の10代の頃たまにいましたね。まあ、間違いなくこれだって365日24時間この頭ですよ。これはこれでね、なんか気合い入ってないとできないですよね。いや、私はね、色染めたりとかちょっとできなかったですしね、ちょっとね目立ちすぎて、まあ普通に真っ黒黒のリーゼント、ガチガチにしてるぐらいだったかな。 VO5 でね、前日からこう固めて寝るんですけどね。で、うまく決まった日はその日はちょっとこうね、表情もこんな感じになるという、眉間にシワが寄るんですけど、ね、うまく決まらなかった時はちょっと間の抜けた顔で歩くというね。はい、ということですけども、不思議とこんなに突っ張ったやつらばっかりなんですけども、学校には全員出てるんですよ。何なんですかね、学校には全員出てて授業もちゃんと出てるんですよ。まあ聞いてるかどうかあれですけどもね、授業に出てるところが本当にいつもいつも授業に出てるところばっかり出ます。
何なんですかね、何しに行ってるんですかねこれは。というところでぶっ込みのタク2巻、大した感想もなく2巻は過ぎていきました。まあでもこの展開が、あ、懐かしいな、ぶっ込みだなと思いましたね。だこういうのを見てるとね、これいつ打ち切りになるんだろうというふうな気持ちで私見てたんですけども、案外続くんですよね。ということで3巻のレビューまでまたお待ちください。いってらっしゃい。